ちょっと無理。今回は三国志八パワー、きっと実況していくんだぜ。前回はついに巨匠から出てたところまで。とはいえ、周囲は全て的な状態は継続中なんだぜ。気をつけないと逆襲で滅ぼされる可能性もある。ああ、一勢力の力自体は落ちているが、連合で来られると侮り値戦力になるからな。そう考えると、連合に攻められたら大概やられるんだろうな。間違いなくな。それに耐え抜いて首コレクションを作った結果なんとかなってるということだな。耐え抜いた結果と言えるんだぜ。これからは各勢力にお礼参りに出かけないとだからな。まずは一番お世話になった曹操軍を叩いていくか。一番武将がいて戦力的には危険だからな。牧羊には賊がいるみたい。民を脅かす輩は許せんな。討伐完了。じゃあ、日課と行くか。災難にしか行けないし。いい感じに奪えたな。敵の物資はこっちの物資。ジャイアニズム最高だな。奪えば奪うだけこっちが豊かになるからな。失敗する時もある。常に成功というわけではないからな。宴会も忘れずに。略奪してきた酒を飲む、最高の宴会になるはずなんだぜ。失敗してるけどな。活気が荒れてるな。内政をきちんとやれよな。勝者だ。これで攻城戦が楽になるな。叩くしかできない時代からの脱却。そうか、またクビになりたい奴が出たか。曹操軍が元蜂蜜さんの領土を荒らしてる。空白地に飛び込んだところで勝ち目はないのにな。三代下って検定は長安にいるんだけど、行くだけは行かせてもらえるんじゃないのか。死者が来る方が現実っぽいけど。そやな。名声以上の悪名を持ってるんですが、かつ消せるかな。攻め先が災難しかないから、災難を攻める。曹操軍を蹴散らすチャンスだな。援軍込みで4部隊しかいないけど、今は南側に武将が集めているようだからな。呂布がいる方に集めろよと。ほんとそれな。雪が降る中戦闘開始。曹操軍の実力見せてもらおうじゃないか。高順隊が強行状態だし、それに雪で移動やら視界が妨げられているんだぜ。こう思うと、この天候で移動力とか視界が妨げられてるのは新しいよな。普通そうだろと言いたいが、なかなか表現してる作品はないかもな。鬱陶しい以外の何物でもないけどさ。それはあるけどな。結構頑張ってるな。手数が1回減るだけでかなりの戦力ダウンだからな。5部隊のうちの1部隊だからな。地味に浮金が仕事してやがる。少しある山部分が邪魔なんだぜ。あそこに入った性的襲とか成功しやすくなってるからな。とにかく一つずつ潰していくしかないな。本気を出せば楽勝だからな。あ、しまった。正規部隊を全部撃破してしまったんだぜ。いまいちな戦か。二人だけだもんな。もっと首を持ってこい。平原に、京都が頑張ってるな。そんな指示は出してないが。全力で行くしかないな。ああ、やってやろうじゃないか。2万だけか。さて、どうなるかな。援軍が来て4部隊に。首4つ確実に取らねばな。そうしたら前方軍は武将がいなくなるはず。河北平定がはかどるだろうよ。呂布は南の攻略に精を出せるってわけだな。そのためにも首4つ欲しいんだぜ。まずは1人。残り3部隊だな。混乱してても気にせず他を撃破しろ。ただ、前方には手心を加えてな。撃破したら終わるからな。一撃粉砕。呂布が本気を出せばな。そんなことをしてる余裕があるのかな。囲んで逃げられないようにしろ。こもられたら面倒だからな。5部隊中2部隊混乱とかな。そこを気にしたら負けだな。天保が逃げないならよしだな。あと少し。
残るは前方だけだな。囲んで逃がすな。まだ計略でなんとかしようと。知力に頼りすぎだな。我が血を制することを教えてやる。突撃突撃。前方捕まえた。次の君主は誰だろうな。お前はそういうやつだよな。序書だけか。序書はな。近隣か。これでもう滅亡確定みたいなものだな。なんか始まった。今の時代の綺麗とはまた違う。今のは少しな。どこかのヤバい人たちに見つかったら叩かれそうだしな。もっと叩かれそうなのは他にあるから大丈夫だろうよ。水着でいろいろやってるやつとかな。あれ、まだ格ゲーとして機能しているのか。知らない。うむ、格ゲーは苦手だからな。まあ、よその娘で部がなければな。成人したか。え、これは、予霊キプレイに変わるってこと？それはさすがにだろ。よふなみの実力があればいいけどな。それは無理だろうよ。よく継続しかないな。近隣軍が攻めてきた。この状況でか。問題はよふが援軍に行けないこと。これはどうしたものか。各所から援軍を集めてみたものの。10万近く集まってるし。これは無理だな。こっちは集まっても6万程度かな。よし、退却するか。今後攻撃は迎撃しない方針でー。武将が捕まって投用されるのが一番面倒いからな。それに、反撃したら間違いなく勝てるから。それなんだよな。ちなみに予霊機の能力はこんな感じ。なんだこの万能感。特技は血薬と築城以外全部あるじゃないか。戦法もほぼ全部な勢い。これはやばいが、能力が能力なだけにな。上限100にできるからやろうと思えばかなり強いはず。それを言ったら全員なんだけどな。それもそうか。曹操軍たたきの流れで北海を攻めたけど、まさかの迎撃されて。ちょっと苦戦中なんだぜ。これに援軍が来るとなると、かなり厳しいか。ただ、勝てば曹操の首をコレクション入りさせられる。この山の砦をなんとか攻略するしかないな。攻めあぐねている理由が、計略で混乱させられること、治りも遅いし、どんどん混乱させられるから身動きどころか何もできない状態に。地道に一部隊ずつ潰していくしかないんだぜ。さらに落石という戦法も痛い。損害を受けると同時に混乱も付与される厳しさなんだぜ。こういうところでの真っ当な防衛方法なんだろうけど、私たちは突撃するしか能がないからな。こんな防衛したことなかったもんな。混乱や強行している味方は放置してどんどん攻撃していく。直してもすぐに混乱するからな。呂布を混乱させなかったのがダメなところだな。あれ、終わった。全員捕まえたか。ついに会うことができた。初めてで首になる喜びを教えてやろうじゃないか。お前が出てきてたらもっと早く首にできてたわ。後ろで隠れていやがったくせにな。あとはどんどん処理して曹操軍を弱体化させていかねば。次は誰かな。曹丕は処断した気がするから。曹植か。まだ生きてたか。何の問題もなく勢力を拡大する中、また呼ばれたし。武の化身力を呼び出すとはいい度胸だな。なんか最高に任命してくれるみたい。それは最高だな。それは審議対象だな。いや、普通に喜びを表現しただけなんだが。呂布が動けない中、各隊主が勝手に攻勢に出ているようで。五郎感は落とせないだろ。無理すんなって感じ。近隣軍平定は進んでいるようだな。どんどん攻略していけよ。全滅かよ。手を抜くなよな。相変わらず解散するけどすぐ結成する連合。王老参加で全勢力が参加したことになったんじゃないか。まだ高尊公が不参加だけど。そうか、あいつがいたか。地味に生き残ってるから。さあ、今回の目標である曹植軍を滅ぼすぞ。曹植軍が滅べば、あとは右往の衆だからな。
右往の衆と呼べるくらい武将が残ってるところがないけど、そうなると呼び名がないな。こういう場合は何と呼ぶのか。装飾かと思ったら歓迎だし、同情したのがいるな。混乱もさせられてるし、厄介だが、きちんと対策をしてきてるから問題ないんだぜ。その対策を見せる前に装飾を撃破。あ、籠城戦への備えを見せるチャンスがなくなったじゃないか。まあ、総一族の首コレクションが増えたからいいけど、そう思うと炎症の首を取れなかったのは残念だな。今から墓荒らしに行く。そこまで非道じゃないんだぜ。これは、まさか、援軍で元曹操軍を滅ぼす流れ。そうなりそうだが、それはそれでいいか。散々うちを攻めて迷惑をかけてくれた曹操軍の最後がこれか。武将が二人だけとかな。悲しい話だな。まさかの備蓄に三好の兄弟しか残ってない。悲しい末路だな。人思いに滅ぼしてやろうじゃないか。みんなただただ突撃するだけだけど、どんどん行けよう。城門は封鎖したから帰れないしな。呂布は参戦できないという悲しさで、いや、一箇所あったんだぜ。これで残るは二方のみ。頑張ったがこれでおしまいだな。全滅させて元曹操軍は、滅亡。うちを敵視して攻めたのが大きな間違いだったな。略奪して怒らせたのが全てかもだけど、過酷平定軍も頑張っているな。これで金銀軍はあと2都市。これで1都市に。過酷平定も見えてきたな。この後少し元有料軍の有料軍をいじめたら、王老軍が怒っちゃった。連合に参加しているから結構な規模になるが、呂布がいる末領を攻めたのが間違いだったな。長領の息子長子が成人したからついでに使うか。砦防衛用にな。王老軍だけでも部隊も動員してきたのか。会計と後出町まと力蓄えてたみたいだから、攻められないのをいいことにか。多分これが初めての戦闘じゃないのかな。ならきちんと戦闘の仕方というやつを教えてやらねばな。鎮静させてる余裕があると思うなよ。水上だろうとなんだろうと気にせず行くんだぜ。問題なく撃退できる力はあるからな。これで王老軍は残り1部隊に。あとは連合の到着を待とうじゃないか。全部まとめて叩き潰してやる。到着したな。あれ、もしかして出てくるところ違うのか。まさかの強行経由できた。そんな気がするな。急いで戻らねば。これはかなりヤバいかもなんだぜ。でかいのが砦に向かってる。どこの君主が来やがったんだ。援軍で君主自ら来るとかな。それで散々に首を刈られたというのに学習せんな。強子が攻撃されて危ない場面もあったけど、無事戻ることができたんだぜ。あとはどんどんと殲滅していくだけ。王老軍最後の部隊部本隊に気をつけつつな。近隣が来てるのか。捕まえたら過酷平定が進むだろうな。ここで愚本が退却しやがった。追撃で捕まえろ。逃げられたか。さっさと倒すべきだったな。血中寝返るじゃん。王老軍にはまだ悪名が届いてないのかもな。これで王老軍も弱体化したはず。南部の平定も楽に進みそうだな。なんだと。これは撤退だな。長老軍もやる気を出してきたじゃないか。というわけで、勢いのままに中華を蹂躙しているところで今回はここまで。
ご視聴ありがとうなんだぜ。